はい、おはようございます。本日3月9日、Apple のイベントがありましたので、こちら、拝見して、終わったところです。今日の、Apple、イベントでは iPhone SE、 iPad Air、 あと、M1 Ultra っていう、最強のその辺が、メインでした。あと、普通の、iPhone、13 の新色グリーンも発表されました。まず、iPhone、13と iPhone 13 Pro の、新カラーですね、かっこいいグリーンですね。それと iPhone SE、残念ながら、ホームボタンがあって、ライトニング端子ということで変わらずなんですけれども、A15 バイオニック、あと 5G に対応っていうのがポイントです。色はミッドナイト、スターライト、プロダクトレッドの3種類、容量は 64、128、256GB ということで、カメラは、12MP で、価格は 57,800 円からでした。3月11日から予約ができて3月18日発売とのことです。iPad Air に関しては、カラー5種類、スペースグレー、ピンク、パープル、ブルー、スターライト、ストレージは 64GB、256GB というのの2つですね。何がすごいかっていうと M1 チップが入ったっていうことではないかなと思います。カメラもですね、12MP のセンターフレームに対応してまして、同じく 5G、 こちらは USB-C ですね。あとスマートキーボードと Apple Pencil の組み合わせで楽しめるんじゃないかなと思います。価格は 74,800 円から、注文は3月11日から3月できて3月18日発売ということです。最後、Mac Ultra っていう、チップを搭載した、Mac Studio っていうのが出ました。とにかく、最近のデスクトップの10倍以上の能力だとか、M1 チップの8倍の速さだとか、いろんなプレゼンをされていて、圧倒的なスピードで、能力が高いっていう、もので、私がちょっと購入することはないだろうなというような、ものです。それとあと合わせてディスプレイですね、Mac のディスプレイが、出ました。そちらには12MP の超広角カメラ内蔵ですね。スピーカーも6つついていて、空間オーディオに対応と、カメラとオーディオを組み合わせた、素晴らしいディスプレイですけども、金額が19万、8000円ですかね、税込み。Mac Studio は、24万9800円からということで、すごいものがバンバンバンと出ました。気になるところで言うと、iPad Air ですかね。iPhone SE は今第2世代私も使っています。なんかバッテリーが、少し長持ちするようになったっていうのが私が、気に入らないところの一つなので、そこが改善があるのかなということです。以上、お送りいたしました。